コンソメスープか、いいな、いいな。でも私は味噌汁が飲みたいよ。日本人ですから。早く目覚めて。今何、夜？うっすー。ケイタくん、朝ですよ。ケイタくんってば。起きて起きて。なんだよ、ウィスパー。もうちょっと寝かせてよ。って、あれ？オレンジじゃない？ここどこ？なーに、でぼけてんですか？ここは USA の新しいお部屋でしょ？てか、ベッドでかいよね。一人で寝るには。つい最近こちらに引っ越してきたばかりじゃないですか。そうか。そうだよね。じゃあ今日はどこに行こうかな。ワクワクする。もうペラペライオンも味方になったけんね。楽よね。あら、もう起きてたの。感心感心。てか部屋自体広いな。なに、お母さん、今日遊びに行った帰りでいいから、お父さんの会社へ行ってちょうだい。お父さんの会社？どうして？お父さんから頼まれたの。あなたに新しい会社を見せたいって。とっても素敵なオフィスらしいわよ。ちょっと楽しみかも。このメモを見ていきなさい。お父さんの会社の地図書いておいたから。会社の場所のメモを手に入れた。ありがとう。お母さん。会社の場所を見せたい。ではケイタくん、早速着替えてお外へ行きましょう。ゴーゴー。第2章、噂の少年マック。誰？ん？何やってんのあれ。荷物の準備？あ、靴か。 USA では部屋の中で靴を履くんだね。なんかまだ慣れないや。ケイタくんがこちらの小学校に通い始めるのは夏休み明けですから、今のうちに街に出てこちらの生活に早く慣れておきましょう。でも人んちならあれやけどさ、別に自分ちで。みんな日本人なら日本仕様でもいいんじゃないの。無理に靴を履かなくてもね。ケイタ、今日はどこ行くにゃん？そうだな、どこに行こうかな。でしたら、おすすめの場所がありますよ。なんかいつもこのガラって感じで出てくるのいいね。どこどこ？引きこもり？なるほど。引きこもりは我々より先にこの町に住んでいました。つまり、この町のことなら引きこもりに聞けばいいんですよ。てか、なぜ先に住んでたの？ USA に行くらしい。じゃあ先回りしとくかってこと？ね、引きこもり、おすすめの場所ってどこなの？ノースピスタ地区あたりへ行かれてみてはいかがでしょう。ノースピスタ地区は穏やかな風が吹く川沿いのエリアで、公園もあってゆっくりできますし、3番倉庫マーケットでは買い物もできます。それはいいですね。でも小学生の男の子にそれはつまらないんじゃないかい。町の人たちが休日をゆっくり過ごすおすすめスポットとネットに書いてありました。ネットに書いてありました。実は、その、引きこもっているから、実際に行ったことはないんです。ないのかよ。じゃあ、誰が調べても一緒。ですが、そこの名物のソフトクリームは、ネットでも評価が高いみたいですよ。それは気になるにゃんね。よーし！なんか面白そうだし、ノースピスタ地区に行ってみよう。行こう行こう。ノースピスタ地区に行こう。ゴーゴー。お、誰か来た。おや？お客様でしょうか。ちょっと。ケータ、ちょっと出てくれる？はーい。誰？誰だろう。この間の、お。FBIや。FBI 捜査官のマルダーとカクリーです。実は、おや？君は？あ、びっくりした。家知っとってきたんかと思った。怖って思った一瞬。ここってあなたのお家だったのね。おじさんたちはこの前学校で会った。そうそう。確か UFO のことを調べている方々でしたよね。
実はこの町に落ちた UFO について町の人々に聞き込みをしていたんだが、そういえば君たちはまだこの町に引っ越してきたばかりだったね。はい。ではこちらのご両親に会っても UFO のことは聞けそうにないな。そもそもあれを UFO と決めつけるのはまだ早いわ。あれが隕石である可能性だって。おいおい、カクリ、相変わらず君の発想は貧困だね。喧嘩が始まった。では仮に隕石だったとしよう。それが落ちたあの日、現場に一番早く駆けつけた僕たちが見つけたのは大きなクレーターだけ。どんなに探しても隕石を発見できなかったのはどう説明するんだ。それがわからないから今私たちが調べているんでしょう。はあって。苦しい言い訳だな。では僕の見解を聞きたいかい。別に。それじゃあ少年はどうだ、僕の考えを聞きたいかい。要は言いたいんだね。じゃあ聞きたいにしといてあげるよ。いいぞ少年、やはり子供は好奇心があってこそ。話すのなら早くしてちょうだい。クールだ。僕の考えが正しければ、一度地上に落ちたそれはまた浮上してどっかへ飛んでいったはず。落ちた隕石が浮かび上がるかい。つまりあれは UFO だ。 UFO に決まっている。はいはい、分かったから次の場所へ聞き込みに行きましょう。やれやれ、じゃあな少年。いいコンビネーションやね。あの人たち何だったんでしょう。さあ。そんなことよりソフトクリームを早く食べに行くにゃん。そこね。そうだね。ノースピスタ地区へレッツゴーでウィス。てか親は誰だったのとかこんのや。ノースピスタ地区。お、ここにもキュッピー。お、至る場所にキュッピー。何この人、怪しくね。ハロー、君もこの辺りに住んでるのかい。サウスモンド地区は地味すぎず派手すぎずちょうどいいところだよな。地味すぎず派手すぎずかどうかはちょっとよくわからんけれども、でもなんかゆったりした場所やなぁとは思うよ。この辺信号あるな。ほらほら、危険危険。ちゃんと青になってから。え、何？守ったよ。ごめんなさい。ルールを守らないといつか罰が当たりますからね。え、どういうこと？え、赤になるの早くないっすか？めっちゃ早いよね。さっき青になったばっかじゃん。え、私の目がおかしかったんだろうか。どこへ向かうんだっけ？あ、そうそう、ノースピスタ地区とかいうところに行くんや。これは外出られるのか？あ、一応。ん？出られなくね？わあ、ずっと柵で囲まれてる。あ、ここから出られるね。どうしよう、よかった。この先がノースピスタ地区。待ってるよ。よし。おー。何、港町？いいねいいね、海がすぐ近く。着いたにゃん。ここがノースピスタ地区か。なんかいかにも USA って感じ。で、まずはどこへ行きます？そうだな、そんなのソフトクリームを食べに行くに決まってるにゃん。あ、そういえば引きこもりの名物だって言ってたもんね。ソフトクリームの店は3番倉庫マーケットにあるみたいですね。3番倉庫マーケットに行ってみよう。おお。3番倉庫マーケットって結構遠いな。広いよ。やっぱりマップが広いよ。日本もそうだやったけど。USA も。お、あそこか。これは普通に渡ってもよろしかったね。あー、うん、よかった。よかったってなんだ。よかった、よかった。んで、次は、ここを渡っていく。あおー。これだ。到着。そして、あー、いいね、いいね。
なになに、お肉屋さんこれ。うわ、素敵。あ、こういうとこなんや、3番倉庫マーケット。デパ地下みたいやね。これだ。はい、お待たせ。うちの名物、レインボーソフトだよ。でか。これは。おまけにとってもカラフル。やっぱり日本のとは違いますね。どうしよう、こんな大きいのとても一人で食べられないよ。安心するにゃん、ケータ。俺っちたちが食べるの手伝うにゃん。お任せを。逆にケータくんが食べる分なくなりそう。おー、いいね、いいね。でもなんか食欲はそそられん色やな。ちょっと食べ物的な色ではない。このソフトクリーム美味しい。ペロペロにゃは。甘くて冷たいにゃん。このクリームがね、実に濃厚で、それでいてしつこくなくて、あー、もうとにかく USA 最高って感じでビス。なになに、急な食レポが。ふう、美味しかった。もうお腹いっぱいだよ。早くね。なになに、眠たくなった？マイペースだな。で、次はどこ行くにゃん？お、でも行く気はあるんや。そうだな。とりあえず近くをブラブラしてみようか。楽しそう。ノースピスタ地区を探索しよう。うちの子、最近なぜかボンゴレビアンコに夢中なの。ボンゴレビアンコって何？え、何よそれ。ね、ボンゴレビアンコって何？食べ物か。ボンゴレビアンコ食べたーい。ボンゴレビアンコ。ボンゴレってアサリやったっけ？パスタであるよね。ランチといったらクラブハウスサンド。シャキシャキのレタスがベリーグッドよ。私の場合はモーニングもディナーもクラブハウスサンドってこともあるけど。クラブハウスサンドってさ、なんかよく聞くんやけど、なんなん？何クラブハウスサンドって。フランスパンって硬いよな。なんでこんなに硬いんだろう。俺歯が折れるかと思ったもん。そんなに？それはお兄さんの歯が弱いんじゃなくて。スイート&ビターな大人向けのチョコレートですよ。君にはちょっぴり早いかもしれませんね。めっちゃ子供扱いされた。まあ、子供やけどさ。川沿いをずっと歩いてきたからね。休憩がてらコーヒーでも飲もうと思って。ここのブレンドコーヒーってさ、豆にこだわってるからナイスだぜ。なんかコーヒーを飲まんけんわからんのやけど、ブレンドコーヒーってなんやろ。まあ、混ぜとるってことか、何かしら。フレッシュな野菜がいっぱいだ。よーし、今夜はコンソメスープにしよっと。コンソメスープか、いいな、いいな。でも私は味噌汁が飲みたいよ。日本人ですから。お、何？ジバニャン、どうしたの？なんかすっごい顔になってるけど。この気配。来るにゃん。何？車？トラック？何が来るって言うんです？やるにゃん。おー、やっぱり、俺っちの宿敵、車。それも、なかなかの大物と見たにゃん。飛び出すなよ、おい、おー、来た。え？いやいや、無理やろ。宿敵とか、全然、相手にもされんけん、そんなん。USA の車、でかすぎにゃん。規模が違うね。エミちゃん。お？こいつは、車なんかに、負けないにゃん。うわぁ、また来た。マジか。ダメダメダメ、やめろよ。てか、事故るから。思いっきりトラックの角が当たりましたけど。やっぱりこうなりましたね。だね。でもいいよね。妖怪、メダルがあったらさ、どんなに遠くに飛ばされてもシュッて呼び出せるやん。便利。妖怪メダルセット。ほらほら。出てこい、ジバニャン。妖怪メダルセットオン。早速。はい、来たー。死んでるー。にゃっはっは。ジバニャン大丈夫？
こっちの車でかすぎにゃん。ついさっきも言ったやん。いやー、さすがは USA。 トラックもビッグサイズでしたね。やっぱり日本と USA ではいろんなことが大違いなんですね。あんなでかいのずるいにゃん。もう日本に帰りたいにゃん。そんなことで。まあまあ、こちらでもきっと楽しいことが待っていますから。あ、楽しそうな機械ならさっき見つけたにゃんよ。何、楽しそうな機械って。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。